はい、どうもこんにちは、笠原です。坂井です。今日は全ての飼い主さんにおすすめしたいペットグッズ2000ということで、僕と店長の2人のおすすめをそれぞれ一つずつご紹介していきたいと思います。ワンちゃんってね、小型犬から大型犬、あと犬種によってもね、本当に特性がバラバラなので、そうだね、注意するべきポイントって結構違うよね。そうですね、だからこの全ての飼い主さんにおすすめっていうテーマは結構難しいところでもあるんですけど、2人が今日選んだ商品っていうのは結構ね、健康に特化したもので、どんな子にでもやっぱりおすすめしたい商品になりますので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあまず僕の方から、ペットキットさんのドリンキングウォーターファウンテン2をご紹介したいと思います。こちらね、だいぶ初期の方に僕、動画でご紹介してるんですけど、本当におすすめな商品です。お水たくさん飲んでくれるようになります。あとお水を、ただの水道水よりもワンちゃんにとっていいお水に変えてくれるっていう効果もあります。その2つっていうのは、どんなウォーターファウンテンでも、一緒の条件というか同じような効果が得られるんですけど、この商品だけにしかない特徴っていうのが、なんといっても僕一番好きなのが、このスポッて抜けちゃう便利さ、このまんまね、キッチン持ってってジャバーって水を入れ替えたり洗うことができる。普通のやつってやっぱりね、この電源コード一緒に持っていかなきゃいけない、そうだね、電源抜いて それもプランプランしてるのを持って行って、で水に濡れないように、ね、濡れないかなみたいなね、そういったことが必要だもんね、やるっていう、でこう電源コードもね、やっぱりこう奥の方にあったりとか、こう毎回なんかストレスかなっていうところもあるので、僕はね結構この機能がすごく大好きです。でこのまままた戻すと、そのまま電源がオンになって自動で開始されるというものになりますね。お水をこうよく飲むようになるっていうのは、こう動いてるお水がね、やっぱりこう自然界の中でも、もう野生の動物は基本的に川のお水とか動いてるお水を好んで飲むっていうのがあるので、お家の中でもなるべく溜まったお水じゃなくて動いたお水を置いておくことで、そっちにこう興味を持たせて飲んでくれるっていう、そういうものになるんですね。猫ちゃんなんか特にそうですよね、蛇口の水しか飲まないんだっていうのもいますから、そういう子にもぜひ試していただけるといいと思いますし、でワンちゃんでもやっぱり、そういう傾向は見られますので、あとはね、このフィルターもやっぱり特徴で、この中にねフィルターが入ってるんですけど、軟水化フィルターって言ってね、水道水のお水をよりワンちゃんにとっていいお水、軟水にしてくれるっていう効果があるので、ただの水道水よりもワンちゃんの、なんていうんですかね、泌尿器系の病気の予防とか改善につながるっていう、そういう風なお水に変えてくれるものになります。ね、これ僕ずっと愛用してるんですけど、これも結構おすすめの部分なんですけど、音がめちゃくちゃ静かなんですよ。今思いました、こんなにそばにいるんだけど、ほとんどしないに近い。そうですよね、マイク近づけてみますか、水の音もね、だいぶ静かです。やっぱりね、こう寝室に置くってなると結構気になること多いと思うんですね、水の音とか。であとね、もう一つすごいなと思うのが、このスマートモードと通常モードの切り替えができるんですけど、今はずっと24時間運転する通常モードになってます。でボタンを一つ押すとスマートモードに切り替わるんですけど、2分おきに止まったり動いたりっていうのを繰り返すんですね。で昼と夜を認識して、夜は1時間おきになります。なので結構節電と、あとフィルターの節約にもなります。通常のこの24時間モード、こっちだとだいたい1ヶ月に1回フィルターを交換してくださいなんですけど、スマートモードに変えるとそれが3ヶ月に1回の交換で済むようになるんですね。フィルターの節約にもなるかなと思います。なかなかこの機能もないですね。ないですね、この機能もほとんどないですね。僕はこれしか知らない。これ買われたお客様からもそうですし、僕自身も思うんですけど、やっぱりお水すごく飲んでくれるなって思います。買って、初日2日目とかはちょっとなんだろうみたいな感じで、飲み方がわからないというか、飲んでいいのかなみたいな感じの子が多いらしいんですけど、もう1週間2週間経つと、前よりも随分飲んでくれるようになったって喜んでる飼い主さんも非常に多いので、ぜひこちらのドリンキングウォーターファンテン2おすすめでございます。では僕が紹介する商品は、サンコーというメーカーが出しています撥水タイルマットです。こちらの商品は何が一番いいかというと、滑らないということなんですね。今までも僕たちいろんな動画出してきているんですけど、子犬期から老犬期まで滑らないということは結構大事なことだなというふうに感じています。子犬期ですと、滑らないことで足の負担ですね、パテラが外れやすくなったりとか、そういったことを抑制する、抑えることができますし、老犬期でも普段の生活で足腰の負担を減らしてあげるために滑らせないということは大事なことです。
今ここにずらっと並んでるんですけれども、お色もたくさんあるんですよ。切ったりといったこともできるんですけれども、なんていうかな、お部屋のデザインって言えばいいのかな、綺麗に見せるっていうこともできますし、例えばハート型に切り抜いて可愛く見せたりとか、そういう遊び心にも使える商品です。可愛いですね。撥水加工も当然されてまして、おしっことか失敗した時にも簡単に取り外して洗い替えすることができますし、床面接着じゃないんですよ、吸着って言えばいいんですかね、空気をこう逃がして、しっかり逃がしてペタッと真空状にしてくっつくっていうような形で、床を傷つけるっていうような心配もありません。僕もこれ実は家で使ってて、全然ずれたりはしないですね。でも剥がそうと思えば結構簡単に剥がせるっていうような、そう、はい、なんか、ね、よくわかんない不思議機能がついてるんですけど、掃除機なんかでこの上吸っても動いたりもほとんどしないですし、洗濯機で普通に洗ったりもできるんですよ。そうなんですか。でその上でまた同じように使えたりするんで、すごくそういう意味でもいいですね。僕結構ねこの2色使いでこう交互に貼っていくの結構おしゃれおすすめだなって思いますね。そうなんですよ。で色使いも結構可愛らしい色使いなんで、どんなご家庭にも合わせることができる、ポップな感じにしたいんだったら、例えばこの水色とオレンジとか使ってみたりとか、でシックな感じだとベージュとブラウンとか、そういった感じで使うこともできますので、お家を選ばないというか、どんなご家庭でも楽しく使っていただけるんじゃないかなと。お家全体ってなかなか難しいですから、やっぱりこうベッドとかソファーの手前だけちょっとジャンプして飛び乗ろうとする場所とか、廊下のね、長い部分、こういう廊下用みたいな長いロール状のものも出てますんでね、いろんなところでこういうふうに使い分けて使うことも可能です。すごく薄いんですよ。なので老犬器の段差の妨げ、段差でつまずいたり、そういったこともまずほとんどないと思いますので、本当に幼犬器、小さい頃からシニア期まで、ずっと使える商品です。床暖房対応っていうのも嬉しいですね。そう、うち床暖房じゃないんだけど、うちも違うんですか、ね、あ、違う床暖房されてる方でも使えます。全飼い主が買うべきペットグッズ2選ということで、僕と店長のおすすめ商品をご紹介していきました。どちらの商品も健康にとってすごく大事な部分かなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみに店長は最近買ったものでこれおすすめみたいなのはあります？行ったお店でもいいですし。お寿司が好きなのよ。あ、そうなんですか。お寿司が好きなのよ、お寿司を食べに行ったりすることがまあまああるんですけど、スシローさんの、何ですか、大トロ祭りみたいなね。ありますね、よく CM やってますよね、あれね、めちゃくちゃいい。これ100円でいいんですか、みたいな感じで、おすすめです。そうなんだ、最近僕もね、スシローさんよく行くんですよ。奥さんがスシロー派で。あ、そうなんや。そうなんですよ、僕くら寿司派だったんですけど。 あるよね、その派閥。その派閥あるの分かる。いつしかね、スシロー派に僕もなっててでもスシローさんいいですよね。いや、いいと思う、本当に安くて美味しいなって思いますね、本当に。はい、おすすめです